皆さんこんにちは、おかんです。妊娠を発表してから本当にたくさんの方から DM だったりコメントをいただいて本当にありがとうございます。インスタグラムのねストーリーで質問を募集したので、妊娠発覚から今までの経過だったりとかも含めてお話ししていきたいと思います。赤ちゃんが生まれたらチャンネル名はどうしますか？これね、ほんとそうなんですよね。おかんと娘で今までやってきて、ほんとどうしようかなって思うんですけど、変えたくないけど、事務所の方たちとも相談しつつ、娘とも相談しつつ決めたいと思います。決まったらね、皆さんに報告します。次、体重制限や妊娠糖尿病などのマイナーとな…体重制限や妊娠糖尿病などマイナートラブルありますか？病院からは言われてない状態です。揃えたものを紹介してほしいです。揃えたものは今のとこ肌着だけです。お下がりが本当に何一つなくて、娘氏が赤ちゃんの頃使ってたもので使えるって言ったら爪切りバサミ、赤ちゃん用の爪切りバサミを今でも娘氏が使ってて、娘氏が生まれる前10年前に買ったやつを使ってるので、それはね使えるけど、それ以外は本当に何一つないんで、また一から揃えないといけないということで、また後期に、ね、なっていろいろ揃えたらそれも合わせて紹介したいと思います。ヨウタくんの反応、ヨウタくんにはもうすぐ電話で言っちゃって、なんか今思えばちゃんと動画とか撮ればよかったと思うんですけど、電話して言ったら第一声がマジっすかなったね。マジっすかって何、何そんな心当たりないみたいな言い方してくんのと思って、まあでも喜んでましたね。今何ヶ月ですか？今6ヶ月です。つわりは何の症状がありましたか？ピークだった時はお腹減っても気持ち悪いし食べても気持ち悪いから、とにかく食べやすいもの、トマトとかプチトマトめっちゃ食べてた、パイナップルとかそういうものを食べてしのいでましたね。一人目の時につわりがなかったからこそ、なんか余計覚悟してなかったからすごい辛く感じた。ご飯食べれないし、本当にずっと寝たきりで、本当にガチで家のことも何もできなくて、以前あげた動画は妊娠4ヶ月の時だったんで、まだ全然元気になってきてた方だったんですけど、その前3ヶ月あたりはもう本当にお風呂も本当に入れないし、気持ち悪くて寝れなくて一人で夜中泣いたりとかして、なんか結局何しても良くならないじゃないですか。薬とかもないから、私はその自分よりもつわりがひどかった人、妊娠OSOで入院しちゃった人とかの漫画とかブログとか調べたら出てくるんですよ。そういう人たちのを見て、あ、私この方たちよりは全然マシだから頑張ろうっていう、その人たちに励まされて、私ここまでひどくないから頑張ろうっていう気持ちになって乗り越えてました。街中でファンの方と会ったりとかするとすごいね心配してくださるんですけど、今はもう全然元気なのでありがとうございます。妊娠と気づいた時はいつですか？歯磨きをしてて気持ち悪くて吐きそうになっちゃって、そういうことが今まで一回もなかったんで、人生でこれはもしかしたらそうなのかもしれないっていう本能、謎の本能で分かりました。赤ちゃんは動画内ではどんな名前で呼ばれるんですか？これも決めてないんですけど、まあ、あだ名か、まあ、娘みたいな感じで息子とか次女とか娘2号。顔出ししますか？顔出しは多分すると思います。お名前決めるときっておかんファミリーではどんな感じですか？娘とつながってる感じの名前、関連性がある名前がいいので、その中で決めていくっていう感じ。ただやっぱね、娘氏がもう大きいから本当にお友達がたくさんいて、その中で被らない名前ってなると結構難しいんですよね。という面ではね、ちょっと名前決めが大変そうだなっていう気はします。このタイミングで2人目を産もうって決めたことについて聞きたいです。なんかね、このタイミングっていうか、もともと10歳差にしたいなって思ってて、10歳差にするには来年の4月から再来年の3月までに生まれなきゃいけないから、それをこう逆算して計算して妊活したっていう感じです。立ち会い出産しますか？また出産も動画撮りますか？ヨウタさんも特に立ち会いしたいっていう強い希望がなくて、なんか怖いみたいで、で私も私で立ち会いしてもらいたいっていう気持ちがあんまりないので、あとそもそも私の病院がコロナで15分しか立ち会いできないんですよ。ってなったらなんかもう
別に一体もいなくても一緒かなと思って、私たちは立ち会いは希望してません。で、出産の動画は、まあ、撮れたら撮るんですけど、本当その時と状況によるっていう感じですね。お腹の大きさ見てみたいです。こんな感じ。娘っちは出産に立ち会いたい、娘っちは立ち会いたいんじゃないですかね。私も立ち会ってほしいぐらいなんですけど、もうそもそも子供の出入りが NG なんで、入院中も会えなくて、1週間全く会わずにいるとか初めてなんで、すごい今からなんか寂しい予定はいつぐらいですか？予定は5月の初旬なんですけど、計画無痛分娩を予定してるので、多分その予定日より早い段階で入院すると思うので、出産自体は4月下旬になるような気がします。帯同はありますか？帯同あります。分娩方法は決めていますか？また娘っちの時はどうでしたか？分娩方法はさっきも言った通り計画無痛分娩で予定してるんですけど、うまくいけば。娘氏の時は普通分娩、自然分娩でした。妊活って何しましたか？具体的にどこからどこまでが妊活なのか分かんないけど、私がやったのがまず基礎体温を測るようにして、あとは排卵検査薬を買って、あとは葉酸を飲んでましたね。その3つぐらいかな。どれぐらいで妊娠発覚しましたか？妊活期間がどれぐらいか気になりました。さっきも言ったように来年の4月から3月までに生まれて欲しかったから、その間の約1年間を妊活期間にしようと思ったんですけど、その基礎体温とか排卵検査薬とかをやり始めたその月にありがたいことに赤ちゃんが来てくれたので、妊活期間は1ヶ月かな。抜け毛はありますか？抜け毛が本当にすごくてさ、ほらわかる？もうね、あの抜け毛がすごいからミニオンみたいになっちゃってんの。この産後がさ抜け毛なのはわかるけどさ、もうすでにさすごくてさ抜け毛が。私も2人目妊娠中です。エコー写真を見ながらその時の心境などを語ってほしいです。一番最初に検診に行った時に胎脳と卵黄脳が見えた。赤ちゃんはまだ卵黄脳よりも小さいサイズ。これから頑張って大きくなってね。次、無事心拍確認。とっても大きくなってて一安心。つわりはどんどんひどくなるけど、パパとネーネが協力的で助かってるよ。初めて動いてる姿を見せてくれたよ。手足を動かしてバタバタしてるのが可愛くて、パパとおばあちゃんにも動画を送ったよ。初めて心音を聞いたよ。もうレモン1個分の大きさになったんだね。すごいね、いっぱい大きくなってね全く面白みのないあれですけど。あとね、この前マジ人生初 4D 行ったんですよ。娘の時は 4D 1回もなくて、そういう病院だったのかそういう時代だったのかは分かんないんですけど、分かるかな？赤ちゃんがこうやってあくびしてんのか羊水を飲んでるのか分かんないですけど、すごい可愛かったですね。あと何ヶ月かな、4ヶ月ちょっと頑張りたいと思います。一人で動画撮るの久々だったし、面白くもないし参考にもならないし、もうこの動画ボツになるかもしれない。またね、妊娠レポで続けてやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。というわけで、この動画が良かった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。